愛知中央工業高校、通称四中高。アンダー23日本代表に選ばれた浅野拓磨選手をはじめ、これまでに四中高から J リーガーになった選手は43人。今年もプロ入りが決定しました。折島司くん、鈴鹿市出身の18歳。入団先は浅野選手が所属するサンフレッチェ広島、2015年の J1 チャンピオンです。この彼の才能はもうトップクラスであり、もう絶対 J リーグで通用する選手だと思いますし、代表になってもらいたいということはもう入学当初から思ってました。森島くんの愛称はつか。ポジションはミッドフィルダーで、四中高では1年生から主力メンバー入り。その年の全国高校サッカー選手権でのベスト4に大きく貢献し、1年生ながら大会の優秀選手にも選ばれました。2015年はアンダー18日本代表に名を連ねるなど、高校生のトップレベルで戦ってきました。サンフレッチェ広島には特別指定選手として練習に参加していました。1点入ったら、練習終わりというような声が上がったところに、森島君のところにボールが来て、インサイドキックで入るメッセージ、見事なシュートを決めた。あ、もうこれは持ってるなということで、そのトレーニング後に、強化含めチームで話して、もう獲得に至る。技術の面でいくと、特に、まあ、パスの精度をですね、もういろんな種類のパスを蹴れますし、しかも一番いいタイミングで一番いいところに出せると。で、最後はその判断をギリギリで変えられるっていうところら辺が、まあ、やっぱり今まで見てきた選手の中では、トップクラスではないかなと。四中高に入りたい、幼い頃からの森島くんの夢でした。そして四中高からプロへの大きな夢をつかみました。司くんは男4人兄弟の三男として鈴鹿市で生まれ育ちました。父親の武さんは現在地元の愛宕サッカー少年団の監督。しかし自分の子供たちにサッカーを押し付けることはなかったといいます。気がつけば兄弟4人全員が幼稚園から愛宕へ、そして高校までサッカー人生を歩んできました。鈴鹿市内の森島家にお邪魔しました。この日次男の甲さんは仕事の都合で不在でしたが、結婚して家を出た長男の大さんが駆けつけてくれました。どうしようで俺も入っていいとかいう感じで、外ではサッカーもするけど、外ではテニスとか野球とかな。司くんをはじめ兄弟全員が長男の大さんの後を追いかけて遊んでいたそうです。4人と長男の友達とずっと一緒に遊んでる感じで、なんか4人一緒に行ってきます、4人一緒にただいまって書いていて、夜も一緒にちっちゃい頃はサッカーとか家の中で遊んでました。小学校の頃は結構長かったです。実は長男の大さんも四中高出身。四中高が全国高校サッカー選手権で準優勝した時のメンバーでした。やっぱり同じ四中高なんで、うちにいた時は2人がもう一番よく喋ってます。だからお互いの試合も今でもよく見ます。サッカーするなら四中高しかないって小さい頃から思ってたというか、まあ、ないと思ってたんで、まあ、あとは兄が入って、まあ、そういう姿見てっていうのは。四中高への思いは幼い頃に芽生えたそう。毎年お正月に家族で行く全国高校サッカー選手権の観戦は恒例でした。あ、もうこの子はすごいサッカーが好きで、3、4年生ぐらいに僕もここに出たいって言って、
三重県だったら四中高だっていう話で、私はもうそれで四中高なのかなって、ずっともうぶれることなく。しかしこの宣言を本人は覚えていないそうです。高校サッカーの集大成といえる選手権、大舞台で活躍する選手に司くんは憧れを持ちます。そこからまっすぐ四中高へ。朝練は始発に乗り、みんなより早い30分前に着き自主練。また休みの日は練習試合と、毎日サッカーと向き合います。その中で海外遠征もこなしてきました。3年生ではキャプテンという重圧ものしかかります。普通代表帰ったらみんな2日間オフだったりリカバリーなんですけど、4中高はほんま帰ってきた次の日から練習、学校行って練習とか1回やったのが本当に、成田着いて連絡したら今日学校来て練習どうですかって来たんで、そのまま行って練習とか本当にきつい体験をして、まあ、これからに生きると思うんで。1月13日広島への引っ越しを終え、21日から始まる練習を前に家族で食事会が行われました。周囲の憧れの存在となった司くん、弟の中学3年生の周くんも兄に憧れ、四中高で活躍する選手を目指します。この日、店長の子供たちからサプライズが。応援してます、頑張ってください。サンフレッチェ広島の背番号は29、アンダー23日本代表の浅野選手の番号を引き継ぎました。色紙に新しい背番号を入れます。いつも応援しています。ここからが勝負っていうのはみんな思ってくれてることだと思いますし、自分も思ってるんで、まあ、ここから本当に四中高を背負って、まあ、本当に恥じないプレーをして、もっと勝ち上げていきたいなと思います。地元みんなの夢を乗せて、司くんは広島に向かいました。森島選手、すごくいい笑顔でしたね。